ば。着きました。わあ、よくネットで写真だけは見てたんですよ。何あったんだ。あ、床で、ここからちょっと先生が見てみましょう。さんがじきじきにラーメンを作ってくれるんですよ。たまらんですよ。ひょー、どうしよう。中川翔子のお。ネットマスクだ。あ、どうもネットマスクだ。マスキングレス。待って待って、かまれた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 。全体のマスク、大好きで、マスクマンのデザインってすごいかっこよくないですか？すごいキリッとしてて、ネットマスクが灼熱のこのアスファルトの向こうからゆっくり走ってくる、あの第1話のあの瞬間、めちゃめちゃ鳥肌立ってるんです。なかなか進まないですね。悩ましい、誰がいいんだろう。味噌イチ。味噌イチつけない？全部美味しそう。どうしよう。爆発チャーシュー皮膚きバター美味しそう、待って待って待って、タケルラーメン、タケルラーメン、ネットマスクタケルにちなんでるっぽい。これこれ一個しかなくない？タケルラーメンでしょ。でもつけ麺も美味しいみたいなのをブログで見た。宮内さんも一緒に食べてもらっていい？タケルラーメンにしたいと思います。餃子も行きたい。はい、では、タケルラーメンの食券ゲットということで、いただきます。わー、タイズさんがいらっしゃる。あ、もしかしたら、ありがとうございます。美味しい。ちょっと待って、もう昨日もずっとマスクも見てたからもなんかどっちも終わらないんです。タケルラーメンとつけ麺ね。はい、じきじきに作ってくれるっぽい。赤マスクがじきじきにラーメンを作ってくれるって思えないよ。今目の前にマスクマンのベッドがラーメン作ってくれてます。嬉しいな。はい、光戦隊マスクマン、1987年から88年にかけて放送されたオーラパワー、火の力で戦うっていう、この若い青春の5人の選手、タケルとミオの愛の物語がこれが主軸になっていて、恋人であったミオが地底帝国に行ってしまう、その引き裂かれた愛、これが切ない。そんな中、若い青春を燃やして立ち上がるタケルたち、かっこいいんですよ。あの戦隊の中でバズーカが好きなんですけど、ソフトボンバーっていうのをネットマスクを背負ってこうやるやつ、こうやるんです。すごいかっこいいの。あれ CG でね、いろんな表現が広がった。今の特撮も素晴らしいよ。だけどあの頃しかない爆発と合成、この合成も特有のなんかギラギラした光、80年代のたまんないよね。この経営園地に現れるっていう、この CM も最高ですよね。一番熱い時代、87年、その頃の地球を守ってくれたヒーローが今私のためにラーメンを作ってくれている。戦う君は美しい、光戦隊マスク。あ、すごい、タケルラーメン、あ、レッドマスクになってる。すごいかっこいいです。のりがレッドマスクになってる。すごい、そういうことか。そういうことです。夢みたいです。レッドマスクがラーメンを作ってくれるなんて。餃子ですね。あ、餃子きた。美味しそう。いただきたいと思います。レッドマスク特製のタケルラーメン、レッドマスクのマスクのところに海苔がなっている。美味しそう。すごい、これもう
うわ、ラーメンの中にコーンとバターとわかめと天馬と卵と野菜と餃子まで入ってる。うますくまん、うますきリボン、うますきトーファン、それぞれピンクとブルーが使う武器の名前です。おいしい、めちゃくちゃ味噌のコクがギュッと刺さる。うん、めちゃめちゃおいしい。うわー、命がけできたから命の重さも味に乗っかってさらにおいしい。おいしい。うわー、もう一つもらってもいいですか。お箸ずっとやってみます。おいしそう。こっちもちょっと熱いんで熱いでプルプルの麺と特製の味噌だれですね。つけてみよう。野菜がたっぷり入ってて美味しそう。いただきます。うまスクマめちゃめちゃ美味しいです。あの、つけ麺だからより味噌がしっかりコクが立っててめちゃめちゃ美味しい。うん、すみません、いただいたって。うん、餃子もいただこう。美味しそう。肉汁は生きるエナジーをくれる感じがする。普通の餃子じゃなくて愛のソルジャーですから愛を込めて作ってくれた味がする。本当に美味しいです。涙出てきます、美味しくて。うん、マスクマンの時ってきっと爆発したりとかいっぱい大変だったと思うんですけど楽しかったですか。いや、今思うと楽しかったなと思うんだ。王女は必死みたいなこと。ああ、こうしてお元気で、そしてこんな美味しい味を私たちファンに届けてくれてるなんてもう泣けてきます。本当にありがとうございます。いやいや、嬉しいです。ランチサービスでご飯捨てられるんですよ。麦ご飯。麦ご飯美味しそうです。食べます。本当ですか。そんな、すごい、さすが愛のソルジャーマスクマン。まずは米食うの。食う。ラーメン、ライス、美味しそう。麦ご飯だから体にいいからゼロカロリーです。白いし、ちょっとスープをかけて。何言ってるんですか。ここに来るまでにどれほどのオーラパワー使ってきたか。命がけだぞ。愛は愛のソルジャーや。だから食べる。いただきます。クマ、あ、やばい、めちゃめちゃ美味しい、めちゃめちゃ美味しい、めちゃめちゃ美味しい。なんか面白いですよね。普通のライスじゃなくて麦なのが味噌のスープと合う。うん、おいしい。一粒残さず完食。で、最後、餃子先生。とってもおいしい。すごい。操作マスクマン。おい、食べたいよ、食べたいよ。いいんですか、見て。コラクイメンチの野外劇場ですね。かっこいい。すごいよ。変身前の素顔の戦士がこうやって本物が来てくれるんですよ。多分この会場私いたと思う、2歳の私が。いい写真。あ、このコラクイメンチのフィルショーの司会のヒロちゃん、成田ヒロさんって言うんですけど、もう長年ヒーローショーの司会されてて、ヒロちゃんが言うバイバイって言うと寂しいからみんなで言おう、せーの、まったねーっていうのが大好きで、それをリスペクトして私リリーベで今でもずっと言ってるんです。まったねーっていい言葉ですよね。また会えるために生きるんだなって思えて。見せれないのが残念です、ね、いや本当にもう残念だから、見たかったらここに来てください。あ、そうです、ま、ほらもう爆発してるもん。本当にここまで爆発が来てるけど大丈夫なの。すごいよね。うわー、これしかもオフショットだよ。いろんなマスクマンの画像とか一回検索してきたけど
見れないものしか写ってない。すごい夏ならではの水着シーンの写真もあるよ。ももこがこういうポーズしてくれてる。全部の写真が貴重だよ。うわー、いい写真や。オフショットやばい。爆発の岩場をこっちに向かって駆け抜けてきてるけど、爆発に巻き込まれてる最中の写真とかある。ちょっと待って、終わらないぞ、これは。めちゃくちゃ貴重な写真だよ。全部ちゃんとこうやって写真という紙で残っているっていうのはものすごく貴重。これはもう出したからな。ダメですよね。それを見れるなんてかっこいい。めちゃくちゃ敵チームとなった。あ、というかこれフラッシュマンだ。フラッシュマンの時だ。マスクマンが1年前のフラッシュマンの時に出られてたんですよ。それでレッドマスクになったんですか。あのね、鈴木プロデューサーの鈴木さんが本を出して、その本の中にはそういう前にキャストケースみたいので出すことはなかったっては書いてあるんだけど、その時に周りの人から次のレッド候補だよとよも聞いてたんですよ。そういうゲストで撮影してるからね。まさに叶いましたね。本当好きです、マスクは。すごい貴重すぎるもの見せていただいたり、ものすごく神対応。お、87年当時のことをいろいろ聞きたいなって思うんですけど、どうぞ覚えてる限りでお答えします。何が一番1年間で印象に残りましたか。オープニングを撮った時にレーサーっていう設定じゃないですか、はい、で、あのレーシングカーあれがね、何年か前にルマンっていうレースを走った松田の本物の車だったんですよ。を使ったんですよ、はい、それはね、すごい驚きましたね。その頃大好きだったんで、すごい、なかなか普通に生きてたらできない体験ですね。できないことだから、それはね、好きだったのもあったんです。すごい興奮しましたね。やっぱりマスクマンになったからできた体験っていっぱいありそうですね、うん、ありますね、うん、あのよく公園とかでも爆発してたし、採掘場でも爆発してたし、近いイメージがあるんですけど。爆発当たり前でしたからね。慣れちゃうんですか。そう、慣れます慣れます。で、さっき写真見てたけど、はい、あのこう花火みたいな、あるじゃないですか。その中を駆け抜けてた。あれがね、私は一番嫌いだったんですよ。あれ、熱いの飛んできそうですけど。飛んでくるの。飛んでくるんだ。飛んでくるの、こう、そう。これね、これはね、飛んでくるんですよ。もうほぼ巻き込まれてる最中の写真だけど。あのね、ナパームとかセメントだとある程度距離があるから、そんなに音とかそういうのぐらいで怖くないんだけど、これはね、ほんと降ってくるのよ。種類があるまだね、この冬服がいいんだけど、夏服の時はね、薄いからね。あ、それだと。そうそう、他にも戦隊のいろんな皆さんと仲良しな様子が SNS でよく見てるんですけど、どんな方がここに来られてるんですか、戦隊のレジェンドたち。ね、先輩の方だと牧野さん、バイオマン、バイオマン、あと天島の泉さん、東京駅の天丸っていう天ぷら屋さんで店長さんやってる。そうなんですか。すごい。あ、その情報知らなかった。知らなかった。情けないぞ。すごい、行かなきゃ。そこもで彼とかで、後輩だとハイブブルーの新立役とか、わーすごい、あとレッドターボ、レッドターボのケンタ、あ、そうそうそう、レッドターボ、あとは大レンジャーのメンバーも、はい、田村さん、田村さんも、土屋圭ちゃんも、土屋の大ちゃんも、すごいなんかあの選手たちの仲良しの絆がずっと続いてるのもファンからすると嬉しくって、うん、なんかそれが SNS で元気な姿も見られるっても嬉しくって、でもチェンジマンのテンプラさんをまた行かなきゃいけないなって次の目標ができました。でもあのいつからラーメンのお店されてるんですか、私が役者辞めたのがね、ウルトラマンガイアにレギュラーで出てたんですけど、はい、それが終わってからもう役者を辞めようって決めて、うん、それからなんですよ。で、他いろいろとちょっと違うラーメン屋さんで働いて、それで味噌一さんに来て、味噌一さんで、まあ、のれんわんでもらってっていう感じなんです。修行を積んで、修行ってほどでもないけどね。いや、だってめちゃくちゃ美味しかったです。美味しかった、ありがとう。すごく幸せと愛が宿った味でした。ぜひ末永くお店に連れていただきたいなと。ありがとうございます。あの可能だったら、うん、オーラマスクって一言いただいてもよろしいですか。
ダメかな。マジっすか。無理ですかね。どうぞ。メディテーション。あ、メディテーションいただいてもいいですか。このカメラで。メディテーション。出た。ガー。出ました。恥ずかしい。ありがとうございます。いえいえ。海津さん、ネットマスク、たけるがラーメンを作ってくれるよ。味噌一、めちゃめちゃ美味しかったんで、みんなも絶対来てくださいね。オーラマスク。お待ちしてます。やった。よかったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。